ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、一次変換について解説していきたいと思います。はい、一次変換なんですけど、模式で言うとこれですね。簡単に X はベクトルで A が行列で、まあ、Y ベクトル Y に変換することを考えると、例えば見ると、まあ、二次元の場合を見るとこうですね。 Y が、まあ、Y1 Y2 の二次元のベクトルで、A が1245の 2×2 の行列で、 X も X1 と X2 の2次元のベクトルだとして考えていきます。で、そうした時に、まあ、A×X が、まあ、Y に移ることを考えていきます。これですね。で、そうした時にその X 上でのベクトル、 X 上での点っていうのが、まあ、Y 上でその A で変換されることによってどういうふうに変化するのかを見ていきたいと。例えば、まあ、この3つ下の3つがその点の例なんですけど、例えば X を1、0にします。で、これ E1 って書くんですけど、まあ、単位ベクトル1って書きます。この単位ベクトルって何かっていうと、まあ、ベクトルの大きさっていうのが1、まあ、L2 ノルムですね。大きさが1の時を単位ベクトルっていうんですけど、まあ、それの1次元方向のその X1 のが1で、まあ、もう片方 X2 が0のベクトルを、まあ、単位ベクトルの E1 としますと。これに A をかけて、まあ、Y に変換すると1から4になるんですね。要はこれ AX、まあ、1245かける10をすると、まあ、14になると Y は。で、さらに X1 が0で X2 が1の、まあ、2次元方向が1の単位ベクトル E2 を考えると Y は2,5に移ります。で、さらに3つ目の例は、これ X1 と X2 が中心が1/2,2の、まあ、半径が1/2の円であるとしたときに、まあ、Y がどう移るかを考えたいとします。で、この3つですね。この X1 方向の単位ベクトルと、X2 方向の単位ベクトルと、まあ、この X1、X2 が、X1、X2 でこう円を作った場合、これらの X がその Y でどういう変化をするのかっていうのを図で見ていきたいと思います。はい、これが移動の結果になります。まず、E1。E2、さっきの X1 方向の単位ベクトルと X2 方向の単位ベクトルをこの青い矢印で表したときに、まあ、それを Y に変換したとき、つまり E1 に A をかけたときと、まあ、E2 に A をかけたときっていうのはこうなると、この青い矢印になると、つまりこうちょんちょんってあったのがグイングインってなったって感じですね。この黒丸が中心が1/2,2で半径が1/2の円です。これを A で変換したら、まあ、A をかけて変換したらどうなるかっていうと、こういうちょっととんがった円になります。みたいな感じで、この一次変換、つまりベクトルに行列をかけるとどうなるかっていうと、こうやって変形するんですよ、この座標上で。ちょんって。だからこう、このさっきの A、1245の行列だとこういうふうに変化するんですけど、まあそれは行列の値によって変化の仕方が違うだけであって、ベクトルに行列をかけると、まあこうやって、ちょっと違う風に変換されるってことを知っておいてください。はい、じゃあ次に違う行列について、A を違う行列としてちょっと考えていきます。今回は1,2,2,4ですね。これちなみに A のランク、前回やった、まあランク、行列のランクなんですけど、これランク1だったんですよ。で、さっきやったものがランク2だったんですけど、このランクっていうのが一次変換によってすごい大事なんですね。で、それを今説明していきます。まず、じゃあ今回1,2,2,4、まあランク1の行列を使って変換した場合を考えると。今回もこの X10、まあこれ E1 ですね。単位ベクトル。X1 をこの単位ベクトル使うと、まあ Y は1,2になると。で、0,1 を今度変換すると2,4になると。で、今度同じように、まあ円。中心が1/2,2で、半径が1/2の円を考えます。で、この2つの、まあベクトル。この2つの単位ベクトルと、この円っていうのを変形したのを考えていくんですけど、まあさっきとの違いを見つつ考えていきます。はい、結果こうなります。E1、E2 をそれぞれ変換すると、こう A1、A2 ってこういう風になって、この円もこの直線になると。で、これ結局1次元で表せるんですよ。この直線上で。要は直線上になるので、まあ本当はこう2次元を使って表してたものが、もう1次元上だけで表してしまう結果になりますと。で、この1次元っていうのがすごい大事で、変数変換後の次元って、ランク、行列のランクによって決まるんですね。さっきの行列の1次変換では、まあ2次元から2次元にそのまま移ったんですけど、今回は2次元から1次元に移ります。これはランクが2と1だからで、例えば3次元の変数変換とかを考えた時には、その A を3次元とした時に、
その3次元のランクが2だった場合、まあ正直2次元上で表せるようになるし、その 3×3 の行列がランク1だった時、同じように1次元で表せるんですよ。つまりこの A、行列 A のランクによって、その変換先の次元っていうのが変わっていく。はい、最後まとめなんですけど、これですね、まあ要はこれ、1次変換。ベクトルに行列を使って、まあ、かけると、その図形上での変化も、まあ、同時に考えることができるっていうのが今回分かりました。はい、いかがだったでしょうか、一次変換について。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。